はい、PS4 版ウィニポスト8の2016実況を始めていきたいと思います。現在1994年6月1週ですね。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。ですね、今日はネタもないんでね、早速勝負の方見ていきましょう。ブライアンがね、イギリスダービーですよ。その後にキングジョージとね、春の2冠はね、国内2冠は制覇したんで、残るはね、欧州3冠を狙いに来ます。イギリスダービーとキングジョージですね。夢幻が米国遠征、両者がね、安田記念ですね。吉王者もアメリカ遠征ですね。あとスーパーデキズイがね、ジャパンダートダービーに挑戦します。ここらあたりしかね、G1 取るチャンスないと思うんで、もう期待ですね。ホワイトホールもエディリードステークスと、マーベラスクラウンがナルオ記念ね。あとダンシングデライト、タイキブリザードあたりをラジオ日経賞に臨ませますね。さていきましょう。サクッとサクッとサクッとタララ。さて、マーベラスクラウン一番人気、森ジョッキーが乗ってね、前走新潟記念ですかね、楽に勝ったんでね、ここも期待です。この後ね、勝利することがあれば高塚記念に挑戦したいと思います。4コーナーをカーブして、さあこれからです。どこ、なんでこんな後ろにいるの。これはね、ちょっとマベクラって精神力がちょっと悪いんですかね。なぜこんな後方から行ってるのか下せない。後藤ジョッキーの時もね、たまにこういうレースがあってね、まあ、後藤ジョッキーのせいにしてたんですけどね、この森ジョッキーでもね、このね、展開になってしまうっていうのはちょっと分かりませんね。なんでなんでしょう。気象がね、不安定なんですかね。あ、ちょっと気象なんなのかもしれませんね。これは参った。さて、両者3番人気、ライバルはザイテン、サイエダディ。外国馬ですよね、この辺りね。丸仏サンキストなんてそんな強くないと思うんだけどな。日本の馬はね、そんなライバルいてないんで、まあ、強敵はサイエダディ。勝てるんじゃないかな、この辺りだったらね。レースでいきましょう。先ほどね、またトップバリューのね、焼きそば、なんて言ってたかな、あれ。ちょっと今手元にないんでわからないんですけど、ミーゴレン。またね、東南アジアの焼きそばみたいな感じでね、すごい美味しいですね。ナンプラーが隠し味なんですかね、やっぱりね。僕はナンプラー結構好きなんで、臭みがね、独特の臭みが好きなんで、美味しいなと思いますね。だから最近食べたカップ焼きそばで一番美味しい、名前忘れましたけど。なんかね、親がね、親に頼んだんですよ、トムヤム君を買ってきてくれって言ったら、ね、そしたらね、ダイエーに置いてなかったらしいですね。その代わりポトフっていうのやつがあってね、それ買ってきてましたけど、また今度食べてね、味のね、感想でも言いたいと思います。ちょっと中段入れて持ってきましょうかね、ちょっと確かめますね。ミーゴレンだったかな、覚えてないですね。ちょっと両者先行してますよ、これ。まあ、ライバルはね、そんないてないんで、力を発揮すればね、勝てるんじゃないかなと。これならね、伸びきってほしい、最後。ちょっと先頭立つの早くなるけどね。マルブスサンキストには負けない。まさか。ね。かわせると思うんだけど。青い、誰かな、あれ。誰の勝負かな。あ、でも内から来てる。なんとか粘ってくれ、粘ってくれ、粘ってくれ。サイダディも来てる、粘ってくれ。ダメだ、刺された。刺されたわ。誰の勝負区ですね、あれね。サイダディね。あー、やられましたね。ライバルはいないと思ってたものの、ちょっとね、両者最近ね、前線続きなんですよね。3戦連続2着と。厳しいですね。ちょっと焼きそばの袋を取ってきますね。ちょっと止めますんで。失礼しました。ミーゴレンで合ってますね。ワールドダイニングシリーズですよ。トップバリューのね、ミーゴレン。エビの風味が隠し味の甘辛ソース。これね、ナンプラーって書いてあるかな。
いろいろ入ってますね。まあその話どうでもいいんですけどね進めていきましょうね。うん、ミーゴレン美味しいですよ本当に。うん、おすすめで一度食べてもらいたいですね。さてブライアンはね出ませんよ。吉祥寺は、うん、外国海外遠征の方がいいと思うんですよね。坂がねちょっと不安あるんでね。ホワイトホールも海外遠征ね。幻も海外遠征ティオチコンとね、だからマベクラ出れるかなこれね、ちょっと微妙ですよね。あ、出れましたね。よし、オッケー。チャンスあるんじゃないかなと。さて、イギリスダービーの成田ブライアン。もちろん、吉王者もね、楽しみですね。この前ね、前走イスパン賞で、不良馬場が答えて11着惨敗してしまいましたがね。まあ、このはスピード A あるんで、通用すると思います。あと、ホラッチョがデビュー戦ですね。後藤ジョッキーに乗ってもらおうと思ったんですけど、乗ってくれないのかな。ちょっと後藤ジョッキーが乗ってくれないと。なのでね、なんかね、赤坂オーナーがね森ジョッキに乗けてくれって言ったんでしたけど、森ジョッキにしましょうね。主戦ね、後藤ジョッキにする予定だったんですけどさてネクストね。さてここらもね勝ってほしいんですよね。吉王者9番人気か。やっぱアメリカではねあまり名が通ってないというかね、人気は落ちますね。スターボーグリーンね、パラダイスクリーン、この辺り強いですよね。ジャパンカップにもね来日しましたよね。さてこれレースでいきましょう。リアル競馬の方はね今週スプリンターズステークスとね凱旋門賞ですよね。まあ、スプリンターズステークスは、ね、僕は決めてるんですよ。ダンスディレクターでしたっけ。ダンスディレクター狙おうかなと思って、凱旋門賞は全くわからないなと。で、魔界旗が通用するのかどうかっていうのもね、前哨戦見た限りでは全くわからないしね、スローペースのね、本当に前哨戦みたいな感じだったんで、全くわからないですね、あのレース見た限りではね。アガリサンハロンがヨーロッパの馬場で33秒台ということなんですね。かなりのスローペースだったと思うんですよ。だから、ね、実力発揮してのものではないと思うし、正直わからないなと。外国の馬も知りませんし、なんかフランスオークス馬でしたっけ、回避するようでね、一番人気レクラ、名前出てこないポストポンドっていうのがね、あのドバイシーマクラシックでね、ドゥラメンテをね破った馬ですよね。あまりね金額凱旋門賞はかけるつもりないんで、応援馬券で魔界旗から買ってもいいかもですよ。単勝は買いませんよ。買うとしても100円で応援馬券なんか買っても仕方ないからね、ネットでねちょっと後ろやねこれはね、これは来れないんじゃないかな。ちょっと後ろすぎるよ吉王者。苦しいね、来てはいるんだけどね、やっぱりアメリカ競馬厳しいね、うん、パラダイスクリーク日本であれば絶対勝てる自信はあるんだけどね、うん、だから魔界旗もね日本で同じメンバーでねジャパンカップやったら絶対というか一番人気確実でか、ね、人気に応えると思うんですけどね。さて成田ブライアン一番人気、ライバルはどのあたりですかね。キーオブラック、強い馬が、ね、いなければいいんですけど、2番人気エルハーブ、キングズシアター聞いたことありますね。ただね、どうなんですかね、1番人気ということはね期待できますよね。レースでいきましょう。ダンスディレクターと会ってましたけど、ちょっと調べますね、自信ないんで。最近馬の名前がねなかなか覚えられなくてね、なかなか名前が出てこないし、おいい感じのねスタンドですね、うん、ダンスディレクターですよね、うん、前走ね展開向かない中追い込んでね、0秒4差ですかまで突っ込んできてるんでね、休養明けの初戦としたらね、いい走りができたんじゃないかなと。本番でね上積みもあるでしょうし狙いたいと思います。
ただね、キングアーサーがね残ったらやっぱり馬券的にはね硬くなりますよね。キングアーサーはだからね好きな馬ですけどね、桜爆心王の最後の大物ですからね、応援したいんですけど、やっぱり爆心王3区っていうのはねやっぱり中山のスプリンターズステークスを苦手にしてますからね、自信持って買えませんよねやっぱりね、傾向から言ってね応援してるんですけどね。ただダンスディレクターから言ってキングアーサーが来ればやっぱりね本命寄りの決着になるんでね、3連で一頭穴が入ってくれないかなという感じですね。さてブライアン頑張ってくれ。オグリキャップの時はねイギリスダービー負けたんでしたっけね。オグリキャップの場合はね最初に米国三冠を狙ってね失敗してね欧州三冠を狙ったんですよね。ところが両方ともねものにできなくてブライアンにはね勝ってほしい。エプソムダウンズ競馬場、これはなかなかいい感じですよ、前をねさばければ抜けてくるんじゃないでしょうか。いい感じ。これね状態も絶好なんでね、これ来たね来たね、そのままやブライアン、これは強いよ、ぶっちぎるよこれ。エプソムダービーでぶっちぎる成田ブライアン強すぎる。これはねキングジョージも期待大ですね。こんだけ楽に勝てるんですね。ただね観客がもうこれプレステ2のウィーレよりひどいですねやっぱりねこれプレステ4ですよ、いい加減にしてくださいよ光栄さん、光栄テックさんね。え盛り下がりますよね、せっかく成田ブライアンがイギリスダービー勝ったのに観客があれではね。もちろん行きますよ、ホラッチョね、ホラッチョも期待です。2番人気かちょっとね残念ですね。ヤマニンパラダイスが出てきたよ、これ勝ったらね G1 級だね。ヤマニンパラダイスはね阪神三歳牝馬ステークスをね、無傷で勝ったんでしたっけね、第1と行きましょう、ちょっと相手が強いですね、ああちょっとヤマニンパラダイス持ったままで、ホラッチャーもうすでにねバタバタと手が動いてる。これ2着にも入らんな、これはあまり期待できないかもしれないこれだけちぎられたらねグーの根も出ませんね、悔しいな、ホラッチはねちょっとこれでは厳しいね、早熟馬がこれでは厳しいですね。ちょっとクラブの方見てみましょうかね、どれぐらい売れてるのかね全然調べてないんで、お噂をしたらね出てきましたね、 アリスリードちゃん、ちょっと見てみましょうねクラブね、クラブ情報、これではないね、募集馬で見たらいいのかな、あ結構売れてますね、完売御礼、ハリボテボーイ、ギコブリザードあたりもね、エコー以外は完売数、エコー人気ないな、なんでだろうねえ、エコーサンデーサレス3区ですよ、これ良血ですよ、人気募集馬でプライムステージは売れるだろうね。さて、吉井王者がちょっと惨敗でしたね、これは残念だな。だから国内ではね出すレースないんで、やっぱり香港、ね、ドバイ中心に行くしかありませんよね。これちょっとね放牧出します、
さて、ネクスト。おお、これね、いちいち見ないといけないのかな。8番人気ってかなりひどいよね、アッシュね。8番人気ってなんでだろうね。世界の始まり3区、これはね、新馬戦は見ましょうかね。名前つけてね、いただいたやつなので、いただいて馬なのでね、大テスト見ましょう。8番人気ってちょっと期待できないけどね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った、勝負どれだろうな、全然わからないんだけど。先頭2番手はアシュ、追いすがるエリムハウス、いっぱいになった5戦グラマー。先頭あと 200m、 先頭はエリムハウス。まあ、自分の馬見れないんだね、これね。あの青い白い帽子がアッシュですか。ちょっとね、あの厳しいですね。クラブ馬ってあまり走らないんですかね。うん、4着ですね。さて、宝塚記念、両王者ティオティコン。ティオティコンね、 なんかね中一周で短期放牧入れてね、状態の方どうですかね。まあそこそこと。マベクラも出るとね、マベクラ絶好調ですね。ネクスト行きましょうか、サクッとね。あ、種付け忘れた。これ種付けしてもらうしかないよね、戻れないもんねこれね。プライムステージ、これは見ないでいいな。勝つでしょうね。勝ったのかな、わからないね、ネクストでやったらね。さて、図書記念、一番能力あるのはやっぱりね、両者かな。ベガーね、ナイスネイチャー、アルトンシンボリー、やっぱりね、ビワハイデが出てきてないんですよね。なのでね、メンツはかなり落ちるんでね、僕の前に勝ってほしいですね。マベクラにもね、十分チャンスあると思います。まあ、史実ではね、これビワハイデがね、ぶっちぎってるレースですよね。岡部ジョッキーをね、奪ってしまってね、早秀にはね、好きな馬だけにかわいそうなことしたなと思ってるんですけど、早秀がね、守護馬に上がれないという可能性もありますよね。 3MX をね、拝めない可能性もあるわけですよ。だからね、凱旋門賞もね、最近馬券の調子悪いんでね、あの言ってませんでしたけど、夏場ね、僕全敗したんですよ。毎週やってたわけではないんですけどね、夏場全敗なんて本当にいつ以来かなと。だからね、もう今かなり収支の方がね、また悪くなっていて、恥ずかしくてね、言えなかったんですけどね、もうカミングアウトしますけどね、夏場全敗しました。だからもう秋挽回したいんですけどね、凱旋門賞全く当てる自信ありませんね、全くわからないからね。最近だからね、競馬の方もおざなりなんですよ。あまり情報も仕入れてなくてね、予想もちゃんとしっかりやらないんでね。その後ろからはアイルトンシンボリー、すぐ後ろにエアナブリ、先頭から最高方までおよそ10馬身、淀みのない。競馬熱っていうのはね、一時期より落ちてるんですよね。もう一度競馬にはまりたいなっていう思いはあるんですけどね。7番ベジロコレクター、マルブツサンキスとほとんど差がありません。カリブソング3番手、ベガ、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。だから、ね、最近ね、あのウィン5をやってるんですよ。ウィン5ね、なんか3勝とか4勝とかするんだけどね、やっぱり最初のレースで負けたら全然面白くありませんよね。後から3勝してたり4勝してたりするんですけど、意味ないよなって言ってね。俺来たよ、ちょっと垂れるなよ、ベガか、ベガなんかに負けないでくれな。あ、ダメだ、ベガなんかに負けてるようでは苦しいね。ちょっと僕のウィポの世界は本当にイフの世界になってきましたね。
マーベイクラ4着、リョージャが5着ね、期待したんだけど行きませんね。まあ、ティオチコもね、早熟馬なんでそろそろね、能力の方が落ちてくる頃ですかね。種付けつけてくれましたね。ミスターシンデレラつけて結構印紙がねついてるので期待できますね。あ、でも不受胎かスタート当初ね、まあ、レッドカーペットの子にはね期待しましょうね。さてジャパンダートダービーまでやりましょうかね、うん、今何分ねプレイしたのか全くわからないんですけど時計見ないとダメだって言ってるのにね、全然時計見てないからね。出来すぎはね、もうここしかチャンスないと思うんで、もうね期待します。渾身の仕上げしようか、する必要ないね、絶好調だからね。よし行こう。あ、プライムステージ勝ったんやね。あ、それとね、マヤさんとのね結婚条件はね、あとね馬主の方でね最優秀馬主賞をね取らないといけないみたいですね、うん、なのでねちょっと見てみますか、人情報でね。馬主ないでしょ現在。あ、今1位 だからこのままね1位をキープしたらマヤさんとのね結婚条件がね達成できるんで、年貢の納め時かなと。成田ブラウン状態、まあなんとか言ってくれるでしょう、うん、まあ両者はねこれ厳しいですね。春はね勝てませんでした、まあ、これも放牧させます、うん、ティオティコンも厳しいですね、放牧ですね。まあそんなところですか。よし行こう。夢幻5番人気ね、ユナイテッドネーションズステークス。まあこのままね実力的にはね米国遠征でも通用すると思うんですけどね。レースでいきましょう。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から、国際モンマスパーク競馬場、いよいよ発送です。小回りっぽいですよね。マスタースプリング、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してキャプテンアマゾン腹に立ちます。その後ろからはスプリンターズステークスね、まあ、こういうのはねダビスタでやろうかなと思うんですけど、サンサイバーが結構今年は出てきますよね。ブランボヌールに、ね、ソルウェイグに、シュージに、この辺りやっぱり絡んでくるんじゃないかなと思いますね。サンサイバーやっぱり結果出してますからね。ただこのね3頭ともねボバークラシックでは通用しなかった馬ですからね、まあ、もちろんスプリンターですからね通用する可能性は低いんですけど、どうですかねこの3頭ね。ミッキーアールあたりがね人気の盲点になったりするんですかね。ミッキーアールはねやっぱり3歳児と比べて馬が変わってきたなという感じがあるんでね、舐められるようだったら買いたいですね、うん、あとベルカントはどうかな。やっぱりな、爆笑だもんねこれも ね去年1番人気でしたっけ、こけましたからね見事に。さて来い夢幻、ドバイで見せた末脚を見せてくれ。ダメだねやっぱり。だからこのままね精神力があるんでね、精神力じゃない賢さがあるんでね、うん、徐々にアメリカのねアメリカに慣れてくれたらね結果出せると思うんですけどね、初戦はやっぱり厳しいですね。7着ね厳しい。さて3番人気ですか、
相手がラスト対応知りませんね。スペクタクル、これ強そうだな、なんとなくね、知りませんけど。一番人気アメージング、アメージングレースか。さてレースいきましょう。まあね、もインズキのね、森ジョッキー頑丈なんで、こすっからくね、距離損ないように乗ってきてほしい。こちら大井競馬場から五竜重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コスタートを決めたのはアメージングレース。サーストムーブの馬も、なんか色合いがね、ナイターなのか、ナイターなんでしょうね、正面入ってましたよね。真っ暗ではないしね、ちょっとよく分かりません、時間帯がね。このね、ハリボテぶりね、観客の、これはもう本当に改善してもらいたいね、観客はね。プレステ4のね、あのウィーレとかね、FIFA の観客見てくださいよ、もう全然違いますからね、もう明らかにこれ、手抜いてるんで。本当、プレステ2のね、ウィーレよりひどい。プレステ2のウィレでもね、あの当時にしてね、かなり叩かれてましたけどね、あの報道陣とかね。あのウィレの PS 中時代の報道陣よりもひどいね、このプレステ4版のウィポはね、観客は。これは手抜きとしかね、言えませんね。だからあのなんかこの話はね、また今度しましょうね。さて、来てくれ来てくれ、そっから伸びてくれ、伸びるはずだ。なんでうちに入れるんだ、インズキの森。そんな窮屈なところに入れてどうするんだ。ダメだこれは、あ、ダメだ。申し訳ない、コンコンちゃんさん、申し訳ないです、勝たせることができませんでした。じゃあやっぱり厳しいな、スピード C ではね、なんとか勝たせたかったんだけど、スーパーできすぎにね。3区に期待しかありませんかね。さてブリザードが1番人気ね、ダンシングデライト6番人気。まあハンデがブリザード軽いんでね、これは来るでしょうね。これはもっと回るですね。リアルではね、稲妻高尾に刺されたんでしたっけ、あれ違うですか、八島そぼりに刺されましてごめんなさい。ちょっと勝ちましたね、よし、なんとかしのいだと。オフサイドトラップをしのいだと。稲妻高尾は中日スポーツ賞か。ラジオ短波杯は短波賞か、ごめんなさい。ラジオ短波賞は八島ソブリンだよね、確かね。ちょっとダンシングデライトもね、厳しいですね。まあ、この辺りネクストでね、ウィッシュネイチャーも厳しいです。というわけで今回これで終了しますね。どうしましょうかね、まあ僕出しましょうか。というわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。